皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今運転しているのは CRG なんですけれども、この車をですね、動画にしてアップしだしてから幅広い年齢の方に動画をご覧いただいています。中にはですね、コメント欄で新しくこの車の購入を考えていますというふうなコメントもいただいています。そこでふと思ったんですけども、もう当然ながらこれ中古でしか手に入らない車なので、皆さんこの車を買うときにどうやって買うのかな、どっから買うのかなっていうことが、皆さんそれ人それぞれと思いますので、その辺に関するようなお話をですね、今日は少しさせていただこうと思います。まずですね、最近特にこの車って今ヤフオクなんかで買うと本当に安く手に入るんですよね。例えば20万から30万ぐらいかな。これはあの6速のミッションなんですけども、どちらかというとやっぱりミッションの方が弾数が少なくって、お値段もちょっと高いような気がするんですけども、まあそれでも30万とかで買えてしまうかなと思います。で今あのヤフオクで買うお話をしてますけれども、私がですね、そのヤフオクで買うのを勧めるわけではないです。っていうのがやっぱりヤフオクで買うのってかなり安い分リスキーな部分もありますので、その辺はあの慎重に考えられた方がいいかなっていう思いはあります。でただですね、私の場合これまでに何回もヤフオクで買ってます。その中であんまり失敗したな、損したなっていう感じはないんですよ。でどうしてかっていうと、私の中でヤフオクで車の買う場合のルールっていうのが、まあ、3つのルールっていうんですかね、があって、私の3つのルールっていうのをちょっとお話をさせていただきます。まず第1のルールなんですけども、どういった方から買うのか一番わからないんで、その高評価ですよね、取引しているその高評価のパーセンテージ、これをまず、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、まず見ます。でそれもですね、できれば100件以上の取引がないと、数十件ではですね、本当の評価かどうかっていうのがわからないので、まずその何百件も取引があって、で高評価の方、これを選ぶようにしています。それと2つ目はですね、その説明をいっぱい書かれてる方で、特にその車の状況の説明を書く場合に、あのコピペで大量に、量は多いんだけどほとんどコピペでその量を補っているような、というよりも実際に運転乗られててですね、ここが悪いんですよとか、最近こういったところを整備しましたとか、そういうふうな書かれ方をしている方、そういうのを選ぶようにしてますね。それが2点目で、3点目はですね、やっぱり車検が少しでもついてる方がいいかなと思ってます。というのが、車検が切れてる車っていうのはもう何年間か放置されてた可能性もあるわけですから、やっぱり車って走らせてないと、そのいろんなところのグリスとかオイル油ですよね、その辺が下に落ちちゃって車にとっては良くないので、なるべくやっぱり車検がついてる方がですね、日頃使ってるんだろうなっていう感じがするので、その3点ですかね、まあ、高評価の方と、それと説明が丁寧である方、それとできれば車検が少しでもいいのでついてる方がいいのかなっていう、この辺に注意しながら買うようにしています。それとプラスアルファで大事なのは、その手元に来た車がやっぱりどっか不都合が出てきたりすると思うんです。でその時に整備を行ってもらえるような整備屋さん、自動車屋さんですね、そういった方を身近にいらっしゃるかどうかっていうので、だいぶカーライフも変わってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。
まあ当然なんですけども、おすすめで一番いいのはやっぱり中古屋さんですよね。ちゃんとお店を構えられているような中古屋さんで、なおかつ、同じ中古屋さんでもですね、その店舗の中に整備ブースがある中古屋さん、こちらがやっぱりいいですよね。っていうのが、買った後で不都合が出た場合に、その修理に買ったところに持って行った時に、それを社外に持って行って整備するので、その経費っていうのがかかりますので、信頼のおける中古屋さんだとですね、自分のところでささっとこう直していただける可能性がありますので、きちんとその整備ブースを持っているような中古屋さん、これが基本かなとは思います。で、それでですね、この車を手に入れると非常に楽しいカーライフが待ってると思います。これ現在今14万7000キロ走ってる車で、もう動画を上げるために行ってるんですけども、その仮走行の車なんですけども、もうほとんど不都合は見られないですね。で、仮走行な上に車庫端までしてるんで、ボディには相当ダメージを受けてるはずなのに、ボディ剛性高いので車が隔ってるっていう感はないです。で、ただ11年も経ってる車なんで、ボディはそれなりに傷んでるところもあるんですけども、まあ、その辺はですね、磨いたり、手間をかけれてやればですね、結構よみがえるので買って損をするっていうことはないと思いますよね。買うときにしっかりした車を買うのっていうのは当然条件になりますけども、特にこの車の場合を言うとですね、ワンオーナーの方から買ってますので、やっぱり複数オーナーになると、それなりの皆さん使い方の違いがあったりして、中には乱暴な方もいらっしゃる可能性が高まりますので、ワンオーナーで、あ、しっかりしてるなっていう風な車を買うとですね、この車は非常に、ベースがしっかりしてるので、楽しいカーライフが待ってると思います。最近この車っていうのは非常に、手に入れやすい価格帯で買えるので、若い方の最初の車っていうのは本当に、取っかかりとしては最高の車で、この車でですね、ぜひともその運転の楽しさを体感していただいて、最近の若い方はなかなか車が好きな方は少ないんで、そういったところで体感なんかをしていただけるとですね、いいのかなという気はします。今日はですね、まあ取り留めないお話なんですけども、もう中古でしか手に入らない車、買うならどういうふうな方法で買うのがいいのだろうっていうような、まあことも踏まえて、私の今感じていることをお話しさせていただきました。またこの先もですね、いろいろCRG にまつわるようなお話もですね、お送りしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して、ご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。